ハーシ動物とは一部の反接触動物に用いられる名称である。通常及び最も競技の場合は、アイシアやハルキゲニアなどの足つきゼンムシのような化石反接触動物を示す総称である。いくつかの文献によれば、ハーシ動物の定義は上記とはやや異なり、原生群であるユーツメ動物とカンフ動物までをも含む分類群及び総称として用いられる。 しかし、これは主流の用法ではない。また、ハーシ動物は一部の文献にラバパッドと呼ばれていたが、これは該当する動物の足を示す名称として用いられる方が一般的である。この総称を正式な分類と考える場合は、ハーシ動物門もしくはハーシ動物上門であるが、これらの動物群は種によって基盤的は半接足動物や、 そのうちの三つの動物門のそれぞれのステムグループのものであると考えられる場合がほとんどである。したがって、ハーシュ動物は、反接足動物の最も近い共通祖先から該当する動物門のステムグループまで含んだ側系統群であり、正式な分類よりも便宜的に用いられる総称になっている。ほとんどのハーシュ動物はカンブリア紀の動物として知られているが、 オルドビスキとシルルキの体積層からハーシ動物の断片組織が見つかっており、それぞれシルルキと石炭機に生息したハーシ動物、タナヒタとカーベトゥービューラスも後に発見されている。本項目では、反接触動物のうち、オパビニア、アノマロカリス類、新接足動物、ユーツメ動物とカンフ動物を除くという2010年代における主流の定義を主にして採用する。 便宜上の総称となる以前、正式の分類群として用いられる。ハーシ動物は以下の例が挙げられる。アイシュアイアの化石養族動物は、アイシュアイアやパウキポディアのような足つき禅無視とでも言うべきものが典型として考えられる。左右対称で節足動物ほど顕著ではないが、大切性を持つ。多くの種類の頭部は、球根状で、しばしば1体以上の単眼を持つ。 体の両腹側は、カギ虫のような柔軟な足を持ち、先端は往々にして、爪がある。この足は、有爪動物、カンフ動物のものと共に、ハーシと呼ばれる。一部の種類では、前方一体内指数体の付属詩が、触角や捕獲状の付属種などとなり、不足とは異なる形態をとる。ほとんどのハーシ動物は、数センチメートルしか及ばない小型種であるが、 2 0トル以上に及ぶ大型種もいくつか記載されている。半死動物は、形態によって、蒸気のような足つき全虫状のものは、ゼヌーナ類。高組織のあるゼヌーナ類は、アームワードローボポディンス。ヒレのあるものは、ジルドローボポディンスなどに対別できる。ミクロディクティオンの、甲賀は、走行のある半死動物を意味する。ゼヌーナ類のうち、ハルキゲニア、 ミクロディクティオン、ディアニアなど、足つき禅虫様の体制を持つと同時に、トゲや甲側など硬質な付属体及び外皮組織を備えた、ハーシュ動物である。代わりに、このような高組織を持たない、足つき禅虫様のハーシュ動物はしばしば、アンハーマードローボポディンスとも呼ばれている。この高組織は、外骨格のように、外敵からの防御や、筋肉の付着面としての機能があったと。 推測されている。この群に該当するハーシ動物は、ユーツメ動物のステムグループと考えられたものが、多いが、独立した別系統に属する説もある。エラのあるハーシ動物を意味し、少なくとも、パンブデルリオンとケリグマケラを示し、広い意味では、オパビニアオも含め、アマナデンズもこの類であると考えられる。これらのハーシ動物は、ハーシの上側にヒレ状の付属種と、 口の前に位置する特化した全部付属詞があり、類縁と思われるアノマロカリス類と共に大残りディダ、ズナに分類される動物である。アノマロカリス類は本群に類似するものの刃足が欠如しており、これについては従来、刃足が二次的に退化したと思われたが、刃足がアノマロカリス類における複足のヒレに相当である、説が後に有力視されている。 これらのハーシ動物は自由遊泳する活発な動物だったと考えられ、通常の足つき禅虫様のハーシ動物とは大きく異なる印象を持つ。この群に該当するハーシ動物はアノマロカリス類と共に節足動物のステムグループに属するものと考えられる。また、これらの動物群は文献によってよくハーシ動物そのものから、 区別されており、特にハーシの有無が論争となっている。オパビニアは、ハーシ動物扱いされない場合がほとんどである。シベリオン、ベガディクティオン、および、ジアンシャノポジアという三族のハーシ動物は、一部の文献では分類学的にシベリオン目のシベリオン、かとしてまとめられる。これらのハーシ動物には、大型で横幅のある体、爪のない丈夫な、ハーシ 強大な全部付属し発達した消化栓など、他のハーシ動物とは、やや異なった、共有形質の組み合わせが見られる。このような形質は前述のジルド・ローボポディンス、特にパンブデルリオンと大まかに共通しているが、ハーシの上側にヒレ状の付属仕要素が欠如している。そのため、これらのハーシ動物は、典型的な足つきゼンムシ様のゼヌーナ類の系統から、 ジルド・ローボポディンスのようなダイノコリディダ類の系統に、至るまでの系統の中間的形態を表した動物であるとみなされる。事案者のポジアの化石、左下のクローズアップが、陰頭に並んだ複数の紙片を映る口及び、陰頭には、紙状の構造が並んでいるものがある。かつて、このような放射場はアノマロカリス類と関心系動物のみに、特有の形質と考えられたが、 カンブデルリオン、パウキポディア、ハルキゲニア、メガディクティオンや、ジアンシャノポジアなどのハーシュ動物からも似たような好奇が次々と発見されている。カンフ動物の好奇もよく似ており、原生節足動物にも葉のついた咽頭を持つものが見られる。従って、このような放射状の歯構造は、さらなる早期な起源を持ち、同じく脱皮動物であるエラエイ動物など、 関心系動物との共通祖先から受け継いだ脱皮動物の共有原始形質と考えられる。また、口が過祖性を持った糞に備えた種類もわずかに存在する。原生の憂鬱動物であるカギムシの後期、リップパピリーは一見では常実のものによく似た放射状であるため、かつては騒動のものと考えられた。しかし肺発生の観察によると、 その大部分は口を備えた、仙説以外の大切の両側から発育した部分であり、それに囲まれた中の体になる顎も付属しに、由来の部分であると判明した。従って、両者の後期の創造性は否定され、憂メ動物は真の放射状の破壊像を持たず、それを二次的に失った軍であると考えられる。体になる、消化栓の黒い跡が保存された治案者のポジアの、 化石内部構造のうち、消化管の部分は広く見つかっており、立体構造まで保存されている例もある。通常、ハーシュ動物の消化管は、口から一直線に肛門まで達する単純な構造であるが、シベリオン類アジルドローボポデンスの中長は、基盤的な節足動物のように発達した数体の消化性を持つ。パウキポディアの消化管の直径は、 化石標本によって異なっており、消化管が高い化素性を持っていたことを示唆している。神経系が保存された化石標本は少ないが、発見されたものからは、神経系統は単純なはしご形神経系で、脳の神経節は、前代脳一つだけだったと考えられている。トリタニーカストパンブデルリオンの化石からは、ユーツメ動物らしき筋組織が確認される。 羽毛状の長いハーで水中の懸濁物を取る、オーアティオエルミスフルムシ動物の一種オエディゲラをカルパンブデルリオンバーシ動物は多様な生態を持ち、カンブリア期の食物連鎖で様々な役を担った動物群と考えられている。小型で単純な消化管により堆積物食者もしくは不肉食者であったと考えられる種類は少なくないが、 メガディクティオンやケディグマケラのような大型で複雑な消化栓と捕却状の全部付属種により捕食者と考えられ、および料理者にあや大当て OL ミスのような全部の思う状のハーシにより見学物色及びろ過接触と考えられる種類もある。ハーシ動物のこれらの特徴により、カンブリア紀は従来の推測よりも複雑な生態ピラミッドを持ち、 例えばプランクトンが存在したことも示唆している。一部のハーシ動物の化石はよく海面やエルドニアなどの固着生物と共に発見され、共生関係にあった、もしくは宿った固着生物を食べていたことが示唆される。ハーシ動物はカンブリア期の化石産地において広く発見されており、特に中国雲南省のマオチアンシャンシェイルズは多種多様なハーシ動物を含めている。 代表的な属アイシュアイアとハルキゲニアは、カナダブリティシュコロンビア州のバージェス結岩から初めて記載されたハーシュ動物である。ドイツのコルマースンサンドストーンで見つかったゼヌシオンの化石標本は、カンブリア期第2期まで遡り、基地最古のハーシュ動物として知られている。パンブデルリオンは、グリーンランドのシリウスパセットの中でも不変な種であり、300個。 ほどの化石標本によって知られている。ミクロディクティオンの高組織は、微小広骨格化石群の一つとして知られている。希少であるものの、カンブリア機より、晩期の堆積層からにもいくつかのハーシ動物の種類や断片組織が発見されている。また、多くの柔軟な個性物と同様に、ハーシ動物のほとんどの化石は扁平に潰された。 状態で保存されたが、オーステナ・トゥービューラス、トリカニーカス、タナヒタとカーベ・トゥービューラスのような、例外的に良好な立体状態が保存された、化石によって知られる、ハーシ動物も、わずかに発見される。上下前後とも逆さまに解釈されたハルキュニアの旧、復元図化石標本が記載当初において、飛び抜けて異なる姿や全く別の生物と、解釈された、ハーシ動物はいくつかある。 その中でも上下前後とも逆さまに復元される経緯を持つハルキゲニアは著名な例である。アイシュアイアとハルキゲニアはいずれも最初は関係動物と記載され、アスナキリカスは緑草と見間違いされた。ゼヌシオンの動物の化石はエディアカラ生物群らしき王上の固着生物と復元されることもあり。 頭部の大部分は、無足の前中状という独特な姿を持つファシバーミス、も、長い間には、不詳化石とみなされた。一部の種類、例えばハルキゲニアの一種 H フォルティスト、カーディオディクティオンの一部の化石標本は、首から伸びていた、細長い刃足が頭部を覆い、その刃足であった痕跡は頭部を覆う2枚の大きな、空の外縁と見間違いされるため、 これらのハーシュ動物の頭部は2枚の甲側に覆われるように復元される時期があった。ミクロディクティオンなどの甲側は六角形に並ぶ顕微構造から構成されており、体を成す復元とみなされる経緯もあった。ハーシュ動物の一族ムレロポジアとして記載された化石標本。これは再検証によりアノマロカリス類の一族カリオシントリプスの全部付属子であるとみなされている。 カンブリア紀における一部の古生物の化石、特にアノマロカリス類から脱落した単体の全部付属詩の化石は、しばしばハーシ動物と混同し、全部付属詩の主幹部は、胴体、腹側の棘はハーシと見間違いされることがある。例えば、最初はハーシ動物群れのポジア族とアイシュアヤアの一種、エシーアプリラタとして記載された化石標本は、 再検証によって、それぞれカリオシントリプスとスタンレーカリスという二属のアノマロカリス類の全部付属子であると判明した。また、正体及び体の向きが解明される以前のハルキゲニアはアノマロカリスの全部付属子のように別の動物から脱落した付属子の断片ではないかという遺説もかつてあった。半詞動物は個性物学の分野において 反接触動物の系統発生を推定するのに重要視される動物群である。原生の反接触動物の三つの動物門、いわゆる憂鬱動物、カンフ動物と接触動物はいずれもハーシュ動物から派生した群であると考えられる。時期に伴いハーシュ動物の系統的位置は劇的に変化した。これは 新たな古生物学的知見のみならず、系統学と分岐学の発展、現世反節足動物による新たな発生学と分子系統学的エビデンス、反節足動物と他の動物門の系統関係、及びその頭部体説の対応関係への書き換えに繰り広げる総論からにも大きな影響を受けた。最初に記載されたア,シアイアをはじめとして、かつてハ動物は、 カンブリア紀における奇妙キテレツ動物の一つとして挙げられ、全く独立した動物門に属するものとみなされることもあった。その後は、これらのハーシ動物をあり爪動物の脇道系統を占めるゼヌーナズナニ属とする同時に、これは、有爪動物、カンフ動物、関係動物と節足動物の祖先にあたる群である可能性を提唱する研究もあった。 しかしその後、関係動物は、接触動物に類縁でなく、むしろ軟体動物と同様に関林動物に属する別系統であると判明した。やがて、大切動物は多系統として発揮され、脱皮動物と反接触動物の単系統性が有力視されることに合わせて、前述の知見への再検討がなされるようになった。その後は、 様々な足つきムシ様のハーシ動物が発見されており、これらはゼヌーナ類に属とされ、基盤的な幽詰メ動物とみなされた。これによると、ハーシ動物は幽詰メ動物のみに、類縁でお互いに一つの単形統群を構成すると考えられた。しかし、ケリングマケラなどジルドローボポディンスの発見、シベリオン化のハーシ動物の形態への分析と、 分岐学の発展に至り、幽詰動物だけでなく、節足動物とカンフ動物もハーシ動物から派生した群であることが示唆される。やがて、ハーシ動物は、反節足動物の最も近い共通祖先から該当するそれぞれの動物門のステムグループまでを、含んだ側系統群であるとみなされるようになった。ハーシ動物の個性物学における重要性も、 研究が進んでいるたびに大きく拡張された。ユペリプタストトロゼヌーナ類とされたハーシ動物は一見であり爪動物によく似ている姿を持ち、かつてはユー爪動物に類縁と思われ、ゼヌーナ類そのものがあり爪動物門の一項として分類される時期もあった。しかしその後は節足動物に類縁と思われるジルドローボポディンスとシベリオン類の発見に至り、 関節を持った柔軟な口倉や歯ーなど、かつてあり爪動物的と思われたゼヌーナ類の多くの特徴は、反接触動物の共有原始形質に過ぎないと判明し、ゼヌーナ類とあり爪動物の類縁関係への再検討がなされるようになった。それ以降、シベリオン類以外のゼヌーナ類については、種によってあり爪動物のステムグループに属し、あるいは、そこから独立した別系統の 反接触動物、などの説がある。ハルキゲニアの爪は、原生の有爪動物と同じく、内側から一層ずつ積み重ねた構造であり、類縁関係にあることが示唆されたが、これを前述のような、両者の系統的類縁関係を反映していない、反接触動物の共有原始形質であるとみなす、知見もある。一方で、特化した台に付属し、触覚止めの位置、 鈍い歯足の形態など、反接触動物にとってあり爪動物の派生形質を常実の群よりも、明瞭に出揃ったアンテニクアンソポデアについては、基地のカンブリア紀のハーシ動物の中で、有爪動物に最も近縁な属であるという、系統的位置は広く認められる。いくつかの研究に関不動物に近いとされる、オニコディクティオン有力な共有形質を示す。 ハーシュ動物が未だに見当たらず、カンフ動物のハーシュ動物における系統的位置は未だにはっきりしない。ジルド・ローボポデンスなど、節足動物のステムグループのものに、類縁、最も基盤的な反節足動物、オニコディクティオンに類縁、アイシュアイアに類縁など、様々な系統的位置が与えられた。クキシャンフィア類は、同期的な施設に細分された関節子を持つ。 様々な甲殻類の二サ型付属し、パンブデルリオン、ケディグマケラ、およびオパビニアなどのジルドローボポディンスと、接足動物の類縁関係は、消化腺、腹眼、ヒレと足の組み合わせなど、他のハーシュ動物にはほぼ見られない、多くの接足動物の共有原子形質から、示唆される。両者の特徴を合わせ持ち、同様に大残りィダ類としてまとめられる、アノマロカリス類によって、 この直後の類縁関係はさらに強く支持される。また、基盤的な新接続動物と考えられる、フキシャンフィア類は、同期的かつ多数の施設に細分された、ハーシュらしき関節子を持ち、接足動物の関節子はハーシ動物のハーシに由来することを示唆している。 ゼヌーナ類に属とされたメガディクティオンやジアンシャノポジアなどシベリオン類のハーシ動物はジルド・ローボポディンスのような発達した全部付属子と消化性を持っている。従って、これらのハーシ動物は系統的に他のゼヌーナ類よりもジルド・ローボポディンスに近煙で節足動物のステムグループの規定に位置し、ゼヌーナ類から ダイノコリディダルイエの中間形態を表したハーシュ動物であるとみなされている。ディアニアのハーシュはかつては関節指的と思われ、節足動物の関節種との関連性が提唱されたが、硬質でないかつ、石管膜などの関節指的形質を持たず、上述のハーシュ動物やアノマロカリス類ほどには、節足動物らしい形質も見られないことから、この関連性は、 否定的であると評価される。この議論についての詳細は該当項目を参照のこと。ありがとうございます。